一旦木綿が住むという権言さに一旦木綿は、鹿児島県肝付郡高山町に伝わる妖怪。伝承地では、一旦木綿、一旦木綿とも呼ばれる。地元出身の教育者、野村電子と民俗学者の柳田邦夫との協調による、大隅肝付郡方言集にあるもので、約一旦の木綿のようなものが、夕暮れ時にひらひらと飛んで、人を襲うものとされる。 首に巻きついたり顔を覆ったりして、窒息死させるともいい、巻かれた反物の,のような状態でくるくる回りながら、素早く飛来し、人を体に巻き込んで、空へ飛び去ってしまうとも言う。ある男が夜に家路を急いでいたところ、白い布が飛んできて、首に巻きつき、脇差しで布を切りつけたところ、布は消え、男の手には血が残っていたという話もある。 出没の伝えられる地方では、子供が遅くなるまで遊んでいると、一旦木綿が出るよと、言って戒める風習もあったそうである。また、肝基町では一旦木綿がよく現れると言われる神社があり、子供たちがその神社の前を通るときには、上空を舞う一旦木綿が最後尾の子供を襲うと、信じられていたため、子供たちは誰よりも先に走って通り抜けたという。 参考、土佐三信、百鬼夜行絵巻にある布の妖怪古典の妖怪絵巻、百鬼夜行絵巻に描かれた妖怪の一つに、手足の生えた布状のものがあるが、民族学者、小松和彦はこれを一旦木綿のルーツにあたるものとの仮説を立てている。妖怪研究家、山口敏太郎の元に寄せられた情報によれば、近年においても一旦木綿を思わせる布状の、 飛行物体の目撃弾は多い。伝承地の鹿児島では、低空を飛ぶ白い布のような物体が目撃されている。同じ九州の福岡県では、新幹線と並走するように、猛スピードで飛ぶ一端木面が、新幹線の乗客により目撃されている。九州以外でも、東京都の東、高円寺や小木久保でも目撃されている。東高円寺では、 犬の散歩中の女性が空を飛ぶ布を目撃し、しばし追跡したという。静岡県である小学生が目撃したものは、透明な寝室状で、ゆらゆらと動いており、全体の形状は長方形に近いが先端が、尻尾状に細くなっていたという。2004年には、兵庫県の UFO ビデオ撮影ともの会が、六甲山上空に、 正体不明の布状の飛行物体を撮影した事例があり、その大きさは30メートルもの巨大なものだったという。俳優、佐野志郎は、ドラマ、京極夏彦、会の撮影中、撮影所の空に舞う一旦木綿を目撃し、その姿は長く白い布状だったという。一旦木綿の出現時は、夕暮れ時とされるが、かつてこの時間帯は、親が、 農作業などで一日中働いており、子供に目を配ることができないことから、一旦木綿の話をして、遅くまで遊んでいては、危ないと今めていたものと見られている。また、この伝承地では土葬の際に木綿の旗を立てて弔う風習があり、これが風で飛んで空を舞うこともあったであろうことから、これが木綿の妖怪という伝承につながったものとも推測されている。 日本テレビの生活情報番組、ところさんの目が点。での実験では、闇の中に50センチメートルほどの布を仕掛けて、動かしたところ、それを見た者たちは、平均2.19メートル、最長で6メートルと証言している。これは暗い中で白いものなど明るいものが動くと、目の錯覚の一種である、妖精残像により、動きに沿って残像が見えるためであり、同番組では、 夜間の森を飛ぶムササビが、この錯覚により本来よりも長い姿に見え、一旦モメンと見間違えられたという可能性が示唆されている。境港市、水木しげるロードに設置された一旦モメンのブロンズ像一旦モメンは、古典の妖怪絵巻などによる妖怪画が確認されていないため、かつては比較的無名な妖怪だったが、水木しげるの漫画、 ゲゲゲの鬼太郎に登場してから一躍、名が知られることとなった。現在では、同作での九州弁のトークと気のいい性格や、ユニークな飛行の姿などの理由で知名度も高く、人を襲うという本来の伝承とは裏腹に人気も高い。水木の出身地、鳥取県境港市の観光協会による、第1回妖怪人気投票では1位に選ばれた。 なお水木の妖怪画では、北郎に登場するキャラクターのように、二つの目と二本の腕を持つ布の姿で描かれているため、同様に布に二つの目が描かれた妖怪画が一旦木面のイメージとして定着しているが、水木の妖怪画はあくまで創作であり、実際の伝承や前述の目撃談では、目も腕もなく、単に布に似た飛行物体とされる。 仮面ライダー狂気などの特撮ヒーロー作品では、本来の伝承をもとにしつつ、外見や性格などに、独自の味付けをされ、主人公たちの敵キャラクターとして登場している例も、ある。鹿児島県の郷土市や、竹野井里市は、地元からも忘れられつつある民話を子供たちに覚えて、もらうため、2007年より一旦木綿の紙芝居を、制作して、活動を始めている。 一旦の面に類すると考えられている妖怪に以下のものがある。ムササビが森の夜道を滑空し、人の顔にへばりついて驚かせたため、これらのような妖怪と見なされたとの説もある。ありがとうございます。